こんにちは、柴田です。今日はですね、ルナシーのラブレースのですね、イノランさんのパートの音作りをやってみたいと思います。アンプマイクロキューブです。設定はこんな感じ。まだ音は作ってないんですけれども、使うエフェクトだけはですねちょっと先に選んでおきました。まずフェンダーのアンプモデリングですね。でお隣がアコースティックシミュレーター。ライブで見ているとイノランさんはアコースティックギター使ってますね。なのであの雰囲気を出すにはこのシミュレーター、アコースティックシミュレーターが必要だなというところでセットしております。で隣がですねコーラスですね。まあ広がり出すためにっていうところで、最近このコーラス好きなんでとりあえず置いておきました。でディレイ、今回アナログディレイにします。でホールのリバーブ、空間というかですねやっぱ広がりがすごいんで今回はホールを使ってみたいと思います。あ、コンプ入れようかな。コンプ入れましょうかね。この前にコンプ、これでいきましょう。まず1個ずつ、じゃあ基本的にはですねなんかフラットっぽい感じのセッティングに全部しているので、1個ずつ鳴らしていってみましょうかね。こんな感じでフラットになっております。まあベーシックな感じのセットにしているので1個ずつ鳴らしていきましょうかね。で今回ギターは3シングルのストラトタイプでセンターのピックアップ使っていきたいと思います。ではまずアンプ直で鳴らしてみます。まあまあまあこんな感じでしょうね。これにコンプが入るとちょっと丸まった感じになりますよね。前に出てきてますね。まあ、コンプでこういう風な効果が生まれると。もうちょっと落とそうかな、もう一個ずつ。で隣のフェンダー入れるとやっぱきらびやかになりますよね。これあるのとないのじゃちょっともっさい感じになるしますもんね。設定フラットですけどとりあえず悪くないですね。こんな感じですね。でアコースティックシミュレーターオン。おお、ちょっとノイズが。一気に変わりますね。フェンダーだけの時よりもさらにまたきらびやかさが増すという感じですね。でこれでコーラス来ましたね。ちょっとずつ来てますね。このコーラスねいいですよ。あのおすすめです。完全フラットですけれどもこれはいいですよ。もう一気に雰囲気出てきましたね。でアナログディレイ、これはもうちょっと深くてもいいな。もうちょっとちょっと深めにフィードバックもかけましょうかね。30ぐらいでもうちょっとこんな感じにしてみましょうか。ちょっと細かいのはまた後ほどやっていきましょうかね。で続いてホールリバーブ、まあ設定こんな感じにしてるんですけれども、かなりいい感じになってきてますよね。まあこれで気づいた点としてはですね、割とフラットなまんまでも全然いい感じかなと。
ていうところですかね。これなくすと随分違うでしょうね。やっぱそうですね。これがないとね、またそれはそれで全然違うんですよ。なのでこれ欠かせないですね。本当はやっぱりあった方がいいですよ。このセットでいきましょうか。もっとね、もっと欲しいなっていうのがこれかな。これをもう少しジャキット感を上げてみましょうかね。デプスを少し上げてみましょうかね。感じ。これぐらいあってもいいかなっていう感じですね。で、これが結構ね肝になってきそうな感じではありますが、イメージ的にはね、もっとタイムが400ぐらいあって、フィードバックもちょっと足しすぎかな。もうちょっと緩やかな感じなんですよね。上げて、やっぱねディレイかな、物足りなさは。もうちょっとね、一度デジタルのディレイにちょっと変えてみてもいいですか。デジタルのディレイで、これぐらいでいきましょうかね。あ、ミックスがきついな。でもやっぱりこのこっちの方がいいかな。これぐらい大げさに分かる方が、なのかもしれないですけれども、個人的にはこっちのデジタルのディレイ、今回ちょっとこっちで行かせていただきます。では中身見ていきます。コンプですね。フラットです。1番目がコンプ、続いてフェンダーですね。フェンダーのプリアンプ、こんな感じで、ゲインはあんま上げずにミッドを若干上げてるっていう感じで、あとはまあベーシックな感じですね。でアコースティックシミュレーター、トップを70、で続いてコーラスですね。シルキーコーラス、これがですね最近お気に入りなんで、ぜひぜひ皆さん試してみてください。こんな感じになっております。デプスだけ上げてますね。でディレイはデジタルの方のディレイにしております。タイム480と、
アナログよりもちょっとわざとらしい出方をするところが個人的には気に入ってます。でホールのリバーブという感じですね。この6つのエフェクターになっております。他の曲でもですね、十分使える音だと思います。存在感のある非常に綺麗な音だと思いますので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。